ロンドン国際芸術高校は将来アートやデザインなどクリエイティブ分野への進学を目指す16歳以上の英国人及び世界各国の学生を対象とする世界唯一の芸術専科の寄宿制のインターナショナルスクール。2009年欧州最大の芸術大学であるロンドン芸術大学の付属校として設立。略称はイスカでイスカと読む。設立時の名誉校長には 世界的、シューズデザイナーのジミー・チューが就任。2014年設立5周年を迎え、卒業生の進学先は、名門セントラル・セント・マーチンズをはじめとしたロンドン芸術大学を含む、地元英国の大学だけでなく、米国のパーソンズ美術大学やイタリアのマラン号に、学院などにも広がり、世界の名門芸術大学入学に向けた、独立国際高校となった。 受け入れ生徒の年齢は16歳以上の男女。約9割の生徒が寄宿生活。2018年現在、世界25カ国の学生が学ぶ。2009年の設立から2019年までに25名の日本人学生がイスカに入学し、イスカ卒業後はロンドン芸術大学など世界の一流芸術大学に進学。過去9年。 イスカでロンドン芸術大学進学を希望した学生は100%進学。2019年英国議会によるベストプラクティスレプレゼンタティブに選出。ロンドンの玄関口ヒースロー空港から車で30分。ロンドン中心地までも車、または電車で1時間。イスカは英国提供学園のキャンパスを共同使用。 古典的なボーリングスクールが2.3人の相部屋であるのに対して、イスカでは個々の学生のプライバシーを重んじ、全学生に個室を提供。ほとんどの部屋には机、椅子やベッドなどの他にシャワートイレが完備されている。食事は栄養管理の行き届いたメニューが提供され、特筆すべきは常時温かい炊きたてのご飯がメニューから選べること。学生用の室には、 卓球台やビリヤード台があり、t v ビデオ視聴スペースも用意されている。スポーツ施設として、テニスコートやサッカーグラウンドの他に、室内プールや事務付き体育館を1年を通して利用できる。作品を評価している教員 A レベルコースとポートフォリオコースを所定の成績で終了した学生には、ロンドン芸術大学セントラルセントマーチンズ実施の 三ヶ月ファウンデーションコース入学の道が開かる。ファウンデーションコースは通常一年であるが、このセントマーチンズの三ヶ月ファウンデーションコースを受講できるのはイスカ学生のみで、従来よりも丸々一年間早く学部に進学することを可能にした画期的なプログラムである。2017年2016年。ありがとうございます。